楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザーの田中大輔です。コロナショック以降、経済はまさに大激震、悪化の最中にあります。ただ一方で、株式市場ドル円相場は落ち着いていくらか持ち直し気味であるという状況です。今回は変わる世界、見直す投資、困ったことにというタイトルでお話を申し上げます。コロナショック以降、世界の変化というものがかなり早く進むのではないかという、こういう状況になっています。当然投資についても見直しをしていかなければいけない。ただ通常のアプローチ、景気サイクルの中で微妙なシグナルを読み取っていくというようなことではなくて、現状はとにかく不確実性が大きい。その中で大きな流れが次々と変わっていくという展開にあります。ですから私の動画でもこの3ヶ月基本的に毎回同じアプローチをとっています。一貫したアプローチ、一貫した視座を持ちながら、情勢の変化の中でここが変わった、あそこが変わったということを捉えながら、先々の不確実性に備えていくという、こういう対応をとっています。タイトルの中で困ったことにという表現を入れているのは、一つはコロナと過ごさざるを得ない期間が2年3年と続きそうだということがあります。それからもう一つ、ポストコロナを伺っていく時期になって、良くなりそうっていう時に、実は日本では困ったことに円高の圧迫が来るということを想定しています。そのあたりの事情を一つずつ確認してまいりたいと思います。株式相場は足元半値前後を戻しているということですね。こちらの左の図ですけれども、米欧日の主要株価指数ですが、2月下旬あたりから急落していって、まあ、3割とか、まあそういう大幅な値下がりになったんですけれども、その後、3月の下旬から持ち直してきて、3分の1戻し、半値戻しという道筋をたどっています。暴落初期というのは、敏感な、まあ、売るべき人が売るという展開がまずあります。それが一巡した後、4月にかけて、しっかりではないかというイメージをこの動画でもお話をしてきました。まあ、およそその通りの展開にはなっています。一度その売るべき人たちが売った後というのは、下がった時こそ買い場だというおしめ買い派の人たちも出てきます。割安なうちに買っておきたいという動きですね。特に下から半分、半値戻しぐらいまでは比較的会話として動く人たちが多いということが言えます。日本の場合ですと、日経平均株価、これまた別の尺度で PBR1 ですね、の水準がこのピンクの線ですけれども、まあ、これを下回ってくると株価が企業の解散価値よりも低いじゃないかということで、まあ、今が買い場だというふうな機運にもなります。そういう寝頃感によって買いたいという人たちが現れてくる。ただこれを超えていく、こちらの図でいうと株価が半値を超えて上がっていくという場合には、やはり実体経済の回復、それから企業業績の正常化、まあ、こういったことがですね、ある程度展望できることが必要になってくるんですけれども、どうもここでいろんな不確実性があるので、この先は重くなりそうというのが私の判断ではあります。短期的に経済がしっかりしていることの表れというのは、このマーケットの緊張度にも出ていまして、左の図は株式市場の恐怖指数ですね、VIX ですけれども、マーケットのボラティティです。相場が下がるときに上がりやすいということがあって、一時 80% も超えてリーマンショック級の恐怖にさらされてたということなんですけれども、
まあ、だんだん下がってきて、直近では 20% 台まで降りてきています。まあ、20%、30% ということになりますと、まあ、一応落ち着いているというよりは、なんとかボーダー線上まで来ているというぐらいの感じですね。まあ、この先の不安もあるけれども、ほどほど落ち着きましたという流れです。それから株の下落とともに心配された企業のデフォルトリスク。これも指標である定格付け社債利回りのスプレッド、国債との格差ですけれども、これが急激に上がって、まあ、心配されたわけですね。ただ、FRB がここで、巨額の信用支援をする。社債を買ったり、CP を買ったりすることで大企業を支えますし、中小企業にも資金繰り支援をする基金を作ると。まあ、こういったことでですね、落ち着いてきました。ただ、ここも、このところこう横ばってます。要は、一服したけれども、完全に安心はできないというところにとどまって、様子を見ているという、こういう状況にあります。経済の悪化、これも短期的には凄まじいものになってますけれども、実はそこへの心構えがマーケットで早めにできたということが相場の落ち着きの一因になってます。どういうことかと言いますと、いち早くですね、経済の悪化、劇的な悪化を明らかにしたものとして、このアメリカの失業保険申請があります。アメリカは業用が悪くなったら企業があっさりレイオフをします。ですから今回経済活動が止まった場合にどの程度のレイオフがあるのかということのイメージは比較的持ちやすかった部分があるんですけれども、この青い棒グラフ、ずっとこう20万件台ぐらいで毎週失業保険の申請が出てたものが3月の中旬に300万件になり、翌週には600万件。その次の週も600万件ということで、この棒グラフと3月以降足し合わせるともう3000万件に至ってるんですね。で、実際に失業保険の受給、まあ、給付を受けている人がこの赤い点線で描いてありますけれども、4月の時点でも2000万件台に乗っていると。まあ、これを見ただけでですね、1億6500万人の労働人口がいる中で、2000万人以上の受給者も出る状況になっていれば、失業率は十数パーセントまで上がってるんだろう。まあ、申請件数が3000万件を超えているので、一時的に 20% を超える失業率もあり得るんだろう。まあ、こういうことは容易にイメージができます。ですから、この数字のデータが早めに出てたことによって、アメリカの経済、この程度悪化するんじゃないかということについて、心構えができたということがあります。あるいはアメリカの GDP 成長率を見てみますと、これ第一四半期に前期比年率でマイナス 4.8% になりました。で、この後、これが第二四半期には今度前期比年率でマイナス 39.6%、まあ、このグラフは全く下に突き抜けてしまうわけですけれども、そういう落ち込みになるということをアメリカの議会予算局が見通しとして出しています。ただこれもですね、実はマイナス 39.6 なんていう数字は、本来こういう場面で出すべき数字として適切なものじゃないんですね。どういうことかと言いますと、前期比年率というのは、この GDP が前期に比べてどれだけ動いたかっていうのが、強いのか弱いのかが、よくわかんない。まあ、その時に、年間だったら 1.75% ぐらいの成長率が巡航速度かなという理解がありますので、それに対して強い弱いということを見るために、例えば前期比 0.5% であれば、まあ、2% 強の年率ですよなんていう、こういう出し方をするわけです。まあ、その微妙なと取るためのものなのに、今回のように前期比でドスンと落ちるからって言って年率にしますと、マイナス 39.6、マイナス 40% って言ったら、経済規模が一気に 60% まで落ちるんじゃないか。まあ、こんなふうに思えるかもしれません。ただ、
その前期比年率の年率という部分を除いてみますと、前期比で 8%、9% ということになりますし、この青い線、前年同期比で見た場合にも、やはりマイナス 8% 台ぐらいの落ち込みなんですね。で、そうなってくると、これ見たときにですね、経済規模が従来よりも100だったものが90ぐらいになるということであれば、こちらの失業率ともバランス取れるわけです。これ十数パーセント、20% の失業率って言った場合に、失業保険もありますから、消費が全くゼロになるわけでもありません。そうしますと、まあ、大体 GDP の規模が 10% 減っているときには、15%、20% の失業率にはなっているんじゃなかろうか。まあ、こういうことのこうバランス感覚って取れるんですね。ですから、この失業保険の申請件数が早めに明らかになったことで、この先の経済がどの程度悪化するかということの心構えがおよそできていたということが、相場の落ち着きにも一つつながっているんだと思います。まあ、それで相場が大きく落ちた、それから経済の悪化というものがどうも相当いきそうだというのが分かったという場面で、当然のことながら政策当局も果敢に動きました。特にアメリカの政策が空前の規模で出てまして、これも市場の安心を誘っています。こちらは米欧日の中央銀行の資産規模です。ずっとこの推移を示しています。ピンクが日銀ですけれども、日本の企業税規模が相対的に小さいのに米欧と並んでいるというのは、まあ、まさに異次元緩和の流れを受けてのことです。青い線がアメリカです。アメリカはリーマンショック以降量的緩和もしましたけれども、それを徐々に正常化に向けて減らしつつあったということだったんですけれども、今回3月と4月だけで 2.4 兆ドル、まあ、日本円にして250兆、60兆というこういう規模でですね、一気にこれ膨らましたんですね。日銀の異次元緩和で国債買い入れが年間80兆円ということですから、まあ、この2ヶ月だけでアメリカ経済規模大きいとえ、その250兆円以上の規模で量的緩和をしているということの凄まじさがよくわかります。これぐらいのレイオフがありそう、これぐらいの企業の活動が止まりそうといった場合に、まあ、アメリカの場合には比較的計算がしやすくて、だったらこれぐらいの支援が必要だということを果敢に動いているわけです。それから財政の方も見てみますと、こちらの図、アメリカの GDP ギャップというのが青い線です。これ何かと言いますと、巡航速度でアメリカが成長軌道をたどった時をゼロとして、実際の経済がそれを上回っていれば景気はいいぞ、リーマンショックの後のようにそれを下回ってマイナスになっていれば景気が悪いぞということを示すんですね。で、大体税収は景気に見合って動くので、大体こういうふうに同じような波をたどるんですが、2015年以降、FRB が量的緩和をやめていくさなかに、トランプ政権が大規模な減税をして、財政赤字を大きくして経済成長率を高めるということをやりました。それが今回、2020年全体通じてみると、マイナス 5% 台の成長になるかなという今想定ですので、こういう点線のような GDP ギャップの落ち込みが見込まれます。でこれに対してですね、減税なんですけども、トランプ減税によって、この時点でマイナス1兆ドルのところにピンクの線来てますけれども、すでにアメリカの政府は 2.9 兆ドルのコロナ対策を打ち出しています。で、さらに必要があれば追加もすると言っているということですから、これ、いかに大胆に動いているかということがわかると思います。ですから、マーケットがちょっと落ち着いてくる中で、経済は悪化しているけれども、いち早くそれの心構えができた。それからその悪化に対して、これだけ果敢な政策が打たれている。だったら様子を見ようかということが市場でも起こるわけです。それと何よりもかによりも、とにかくコロナの感染がどうなんだということが重要なんですけれども、アメリカ、ヨーロッパのホットスポット、イタリア、スペイン、それからニューヨーク島のアメリカ北東部ですね。ここの感染が
ピークアウトしつつあるということですね。こちらの図はコロナの死亡者数とそれから感染者数の推移を示していますけれども、まあ、見ての通り死亡者がこうピークアウトしている。感染者数についても一旦勢いが上がったけれども鈍化して、ちょっと落ちかかってきた。これ落ちかかってきた部分の大部分が先進国なんですね。でこの後その後また上がってきているのはこれ新興国です。ですから新興国のリスクということは非常に気になるんですけれども、少なくとも米欧がピークアウトしたことで株式市場は、まあ、いくらかの安堵を示しているという状況にあります。まあ、そんなこんなでですね、経済の悪化には心構えができたし政策は打たれているし、少なくともアメリカヨーロッパのコロナについては感染がピークアウトしてきたということもあって、株価が大きく戻したということではあるんです。歴史は繰り返さないけれども韻を踏むという格言があります。ショックがあるとそれに見合って過去のショックの時どうだったんだろうということをよく比較するんですけれども、リーマンショック後の株価の落ち方がこの青い線、ピンクの線が今回のコロナショックですけれども、落ちてきた当初は形が似てるということでみんな気にしたんですが、その後の展開を見ると見ての通りコロナショック後の相場というのはかなり早い段階で大きく戻っているというところがあります。まあ、通常のですね、経済の悪化、市場の悪化っていう時には例えば製造業が経済が悪化するほど在庫が苦しい、在庫の調整が必要になるということで追い込まれていくというところがあります。それから、市場が下がっていく時にはポジション調整を余儀なくされていくという流れがあるということなんですけれども、今回は突然コロナショックで経済活動が止まって需要がなくなる。まあ、その中で非製造業、サービス業等についてはとにかく早く再開してまたビジネスするようにしたいという、その上向きの機運がもううずうずしてあると、とにかく不安だ、とにかくこれを脱するためには次の活動を営みたい、まあ、そういう上向き思考というものが絶えず見えているということも、こういう心理的な戻しには効いている部分があるんだと思います。ただ一方で、これから先起こる不確実性を考えると、ややこの相場の戻りというのは出来すぎな感もある。私自身はまだまだこの先に紆余曲折はあるんだという判断をしています。そこを考えていきたいと思いますが、先ほどの短期、足元はしっかりだった。だけれども、周期ですね。まあ、年内ぐらいを考えますと、織り込めない不確実性というものがあるということです。現状、コロナと過ごすウィズコロナ期は2、3年は続きそうだということで、今、マーケットも、ここについては、ある程度織り込んでいるわけですね。だけれども、その中で起こる不確実性というものがいろいろ読めないことが多い。そこの項目をいくつか挙げていきますと、まず、経済そのものは全治3年ぐらいかかるんじゃないかという、こんな認識です。先ほど GDP ギャップの話をしましたけれども、今後、経済が活動を再開しても、当面は治療薬もワクチンもないという状況において、社会的な距離を保ったままの活動ということになります。レストランにおいても席の間隔を空けるとか、まあ、そういったことをこうやるわけですね。旅行も恐る恐る、まあ、こういうことでありますと、要はこれから先大きく何十パーセントも落ちたものが短期的に何十パーセントも反発するっていう場面があって、その時にはマーケットもわっと盛り上がるんですね。ですから私は6月から8月ぐらいは相場はしっかりじゃないか、足元今しっかり、若干はセルイン目、5月には多少のテクニカルも含めた売り場面があるんじゃないかというふうに思ってるんですけれども、その後経済活動の再開とともに相場が持ち直すという場面がある。ただその次に考えなければいけないのは、一時的な戻りっていうのはすごいんだけれども、正常軌道にコロナ前のような状況に戻るのには2年も3年もかかるんだということなんですね。そのじれったさに相場が苛立ちを感じ始めるという場面がこの6月8月あたり以降あたりに出てくるのではないか、まあ、こういうことをまず
考えています。それからコロナがある程度落ち着いてくると、その時点で経済活動を再開すべきだという人たちが多数出てきます。一方で経済再開はそのこと自体がまたコロナの感染を広げるリスクとなる、この両者トレードオフなんですね。だけれどもコロナの恐怖と経済を活動できない、収入がなくなってしまう恐怖と、これは両方ともお互い引くことのない、そういう構図になります。ですから、その間ですね、おそらく堂々巡りで再開はしたけれども、そこかしこでまたコロナの感染が出てきた、一方で出てきて抑えると経済活動はまた滞ってしまう、こういうことをですね、多分何度も繰り返すんだろうというふうには思ってます。特にちょっと気にしているのは、ひょっとしたら夏場温度が上がってくると北半球でコロナの感染が弱まるかもしれないということが、この6月8月あたりの相場しっかりというのを後押しする可能性はあるんですけれども、その時にこれ秋から冬になったらまた第2波、感染第2波が来るんじゃないかっていう、こういう恐怖がもたげてくる可能性もあるんですね。相場はしっかりだけれども、実体経済の回復があるところから伴ってこない、かなり緩慢だ、しかも感染は秋以降また第2波が来るんじゃないか、こういうことがですね、相場の反落の種になりかねないということをちょっと気にしています。でさらにこの経済再開と慎重派、これの確執対立というのはアメリカの大統領選挙にも影響する恐れがあります。トランプ大統領、共和党側ですけれども経済再開に積極的です。一方で、バイデン候補の民主党側は慎重派の方にある、これが対立軸となって選挙戦に突入して、そして大統領選挙の前に感染第2波が来れば、この時には共和党側の積極策が勇み足だったということになります。民主党側の慎重な対応がやっぱり必要だったんだということになります。ところがこれがなければ経済活動再開しといてよかったねということのまま選挙戦に入っていく、つまりこのコロナの状況次第で大統領選挙の結果すらも揺らぎかねないという、こういうことがあるんですね。それから、こういうですね、トランプ政権が選挙のストレスを感じ続けるという状況においては、おそらく中国への攻撃というものが吐け口になって出てきやすくなるということで、米中確執も先鋭化しますので、コロナでのショックプラスその後の貿易等々についてもいろいろ経済界では不安が渦巻くということになると思います。それから新興国のリスクですね。先ほど申し上げたように新興国ではまだ感染が拡大中で、ついに先進国を凌駕するまでに至っています。彼らの場合には医療体制も不十分ですし、いざという時の政策発動の余力も乏しい、社会不安にもなって政治危機も招きかねないという、こういうことですので、そのことが世界的な食料供給であるとか資源等一次産品の供給等にも影響する恐れもあります。ですから先進国が足元の経済が一旦下げ止まったからといってマーケットが安穏とできる状況でもまたないんだということは言えます。それからここにちょっとあえて欧州という火種という一項目を加えました。今回アメリカもユーロ圏も日本もコロナ対策で大規模な経済対策を打ち出しました。ただヨーロッパというのは、ユーロ圏というのは混ざり物の同盟で、いろんな筋の国が混ざってるんですね。結果として共通の対策というものがなかなかまとまらないという、そういう宿命があります。危機に際してはそれでもいろいろけんけんがくがくやってですね、もたもたはするんだけども、それなりの合意点を見出すということをやるんですが、状況が落ち着いてくるとその後に改めてそれぞれの国で我々
ユーロ圏に助けてもらえなかったとか、あるいはユーロ圏下の支援は結局債務で返さざるを得ないじゃないかとか、支援を受けた見返りに我々は緊縮財政をしなければいけないとか、まあ、いろんなことの不満が出やすいんですね。そのことがユーロ大丈夫かっていう、こういう話にもなってきかねないという面があります。まあ、そんなこんなでですね、この6月から8月あたり、急激な経済の持ち直しみたいなものを交換する場面があった後、9月12月には今度は反落のリスクということを意識しなければならないんじゃないかということをちょっと考えているわけです。次に中長期、まあ、先ほどの中期が2020年中というぐらいのイメージでお話をしたんですけれども、もう少し先まで視野を伸ばしてみたときに、経済は全治3年だということになりますと、デフレギャップを抱えても GDP ギャップはマイナスで、まあ、デフレギャップといってデフレ症状が強い状況が続きます。その間いろんな企業個人は資金繰り支援を受けたり、それから支払いの猶予を認められたりということになりますけれども、これは全部債務なんですね。つまりこの膨大な債務を返さなければいけないとなりますと、支出を抑制する等々でですね、需要が細ってしまうということになりかねません。で、そんな時に株価がしっかりめであれば、これ経済ついてこないのに大丈夫かっていう、こういう不安にも駆られます。それから追加の政策が必要だけれども大丈夫かと、まあ、こういう面も常にで、市場の神経質さというものがくすぶります。で、一旦大盤振る舞いした政策当局というのは、政策を打ち出す節度というものについてある種感覚が麻痺しているところもありますし、引くに引けないという状況にもなるんですね。ですから私は経済の先行きについてはちょっと重そうだということは思うんですけれども、一方で大盤振る舞いした政策のサポートというものは効くんだという認識ではあります。で、こちらの図ですね、株価と中央銀行資産規模の相対比を取ったものなんですけれども、2010年以降あたりからこうずっと見ていただくと、青い線のアメリカのライン、ね、FRB の量的緩和、資産を膨らましてた時期と SP500 のバランスが大体取れている、つまり量的緩和に見合ったぐらいに株価が高くなっているという、こういう状況を示しています。日本の場合にはリーマンショックなど円高でずっと圧迫されていて株価のパフォーマンス悪かったんですけれども、日銀の異次元緩和を受けた時期に大体このバランスが取れて量的緩和に見合う株高になりました。まあ、その後それが一服した後だれてくるという状況になりました。アメリカでは量的緩和は終わったんだけれども、逆に今度財政がトランプ政権の下で積極化したので、その分株が高くなる、まあ、減税によって株高になるという、こういう状況が生じました。まあ、こういうふうにですね、その時々でいろんな要因が絡んできますけれども、金融緩和が効いてるっていう環境においては、それなりに量的緩和は資産価格、株式等とバランスをするという性質もあります。ですから、私は政策が引くに引けないという状況において、経済の重さが株の上値を重くする面はあっても、一方で、この金融緩和が長引くということのサポートは、それなりには効くんだという認識で、相場を支える力になるということを期待しています。それから一旦状況が良くなってきますと、おそらく日米欧の中ではアメリカで、先々のインフレ期待というものも高まりやすい。その時に、金融緩和が継続してますと、インフレ率が上がった一方金利は上がりませんので、実質金利が下がるという状況が生じやすくなるというふうに思います。まあ、これだいたい実質金利が下がるとその分ドル安になりやすいというのがあるんですね。実は危機のもとにおいてはドルをちゃんと持っておかなきゃっていう力のドル需要がドルの価値をサポートするっていう面があるんですけれども、一方で状況が落ち着いてくるとこういう実質金利の低下、あるいは量的緩和による株の上昇等もあって、抱えているドルを
何か耳のいいところに使ったらどうかっていう、こういう機運が出てきます。そのこと自体が金融緩和効果です。ですから、ドルが動き出す。そうすると、結果的にそれが、どうも世界的には新興国が安くなってるし、そっちの方になんて言ってお金が動き出すとドル安にもなるんですね。逆に言いますと、ドル安になった分、アメリカの状況が良くなってきて、金融緩和効果が来てきて、ドル安になると、円高がもたらされるというのが過去のパターンでもあります。円高になると日本株は相対的にパフォーマンスが悪くなります。その圧迫を受けるという意味での困ったことということではあるんですけれども、まあ、こういう流れも良くなってくるプロセスではイメージできる。全治3年の経済だけれども、その分政策はどうも引かないだろうというのが私のイメージです。それから新興国、先ほど申し上げましたけれども、実は新興国っていうのはドルが強い間はダメなんですね。基本的に国内資本が足りなくって大量の借り入れをしています。でこれがほとんどドル建て債務なので、経済的な苦境に陥って自国通貨が安くなってドルが高くなると債務の返済負担が重くなる。今回コロナショックっていう別のリスクも重なってくる中で、通貨安になって、そのことが苦境に、新興国を苦境に陥れているわけです。ただ先ほど申し上げたようにですね、現状苦境の中でのドル高がまだ流れてますけれども、この後状況が落ち着いてきて、ジャブジャブのドルが動き出して、でドルが安くなってくると、過去にもあったようにドル安局面での新興国ブームというものが起こりやすくなるということで、まあ、金融緩和効果が出てきた。じゃあアメリカ株いいんじゃないって言った後に新興国が物色されていくっていうプロセスもようやくそこで期待できるわけです。こちらの図はドル指数と商品相場ですけれども、これ商品相場、ちょっとメモリを逆にして下ほど高いということなんですけれども、ドル安になると商品が高い、ドル高になると商品が安い、こういう関係もあります。ということは、まあ、ドル安になってくると、資源価格や一次産品の価格も上がりやすいので、新興国はその分も救われるという、こういう流れにもなっていくんですね。ですから、この図は、ショックがあった後に主要通貨がどう動いたかということを、2001年から3年のその IT バブル破裂から米同時多発テロ、これ以降の展開として、しばらくドルが強いけど、青い線ですね、ドルが強いけれども、その後、状況が改善したらドル安になっていく。その時に、新興国が、ここでは南アフリカランドを描いてますし、それから資源国としての豪ドルを描いてますけど、上がってくる。一方で、ドル安の反対側で円が強くなるので、円は円高のことで株式等が圧迫されやすい。こういう構図がこうあります。それからリーマンショックの後は、この時はですね、リーマンショックの前に円キャリートレードって言って、世界中で円を売るっていうのが大ブームだったので、その巻き戻しの円高がすぐ来ますけれども、青い線、ドルを見ていただくと、ドルはしばらく強い。だけれども、金融緩和も効いてきて、ドルがこうやる下がりかかってくると、ここでは5ドル、ブラジル、レアル、アフリカランドなんですけども、これらが上がってくると、まあ、こういう流れになりました。でドルがもたもたこう下がりやすくなってくると、円がじりじり上がっていって、やっぱり日本株は圧迫されるという、こういう流れにもなったわけです。ですから、これから先、今起こっている相場の楽観というものは、若干調整されそうだということも思っています。だけれども、6月から8月にかけて、経済が順当にいけば、急激に数字の面では良くなるというところがあって、でそれを交換して上がっていく。その後は、反落のリスクもある。それから、その後は経済は重たいけれども、市場はその先を見ていくということになります。政策でサポートされながら、少なくとも経済が低迷していても、ワクチン、治療薬が開発されれば正常化への時間軸が計算できるようになりますので、そのあたりではしっかりしていく。その時に米株が上がる、
新興国が持ち直す。だけどドル安が起こっているから円高で日本株は圧迫されている。でも逆にそのことはですね、米株新興国を見てその後に日本株がキャッチアップするところを見に行くっていう、その時間差を取れるんですね。まあ、こういう虎の狸の川山陽みたいな先の話をしてもしょうがないというところもありますけれども、でも過去に繰り返されてきたパターンなので、そういったものを一つずつ見ながら将来的な展開というのを考えていくということになります。そして長期ですね、ポストコロナということまでイメージをしますと、いろんな変化が今加速しそうです。コロナに対応して変わっていくという部分ももちろんあります。それからもともと動いてた変化が、この回のコロナショックを受けてこれはもっと早めた方が良さそうだという変化もあります。まあ、これはですね、一つずつがもう一冊の本になるような話ばっかりなので、こんなことをイメージしてますということをざっと箇条書きにしました。第1番目、とにかく社会や制度、仕事のあり方、教育のあり方、文化まで変わってしまいそうだというようなことがあります。それから経済的にはこれから支援をされた企業も家計も、それから財政を積極した国家も政府も債務を抱えるということになります。まあ、債務の先には増税もあり得る。それからこういう環境の変化に対して企業経済の再編も進むでしょう。それからデフレになって、その後はひょっとしたら誰もが債務を抱えるっていう環境になりますと、やっぱりインフレが望ましいっていう圧力が金融緩和に向かわせる、そういう力になる可能性もあります。それから今回のショックを受けて、多くの人たちが一旦苦境に陥りますし、貧富の差が相当拡大するのではないかということが思われます。そのことが民主主義の運営を難しくしますし、今回のコロナ対応でいろいろ中央集権的に対処しなければうまくいかないということもあって、まあ、そういうことの見直しも行われる可能性がある。それからプラットフォーマー、アメリカの IT ネット系の企業なんかそうですけれども、まあ、世界が単一のプラットフォーマーによって運営されるということについて警戒も出てて、過去10年のようなパフォーマンス、株価のパフォーマンスを次の10年彼らはやっぱり描けないんじゃないかということも言われてはいたんですね。ただ今回のコロナの問題の中でプラットフォーマーの重要性というものも再認識されたので、このあたりがどう進むのかということも変わってきます。それからそういう中で、デジタルを担っている IT を担っている人たちとそうでない人たちの格差というものが見込まれます。世界的に転じますと、グローバリズムは、まあ、人の移動等々を含めてですね、一旦は見直しを余儀なくされていくと思います。まあ、その中でコロナ問題のように強調しなきゃいけないという部分と、それからナショナリズムの台頭によって、自国第一主義で、対立の構図というものも生まれてきますので、そうした新国際関係というものが模索されるということになります。それからアメリカも中国もヨーロッパも新興国もそれぞれの事情で、いろいろ今までとは違う対応で動いていきます。日本に関してはもともと金融も財政も目いっぱい政策をして、来たわけですけれども、大震災のような事態でその持続性が問われるということではなくて、今回コロナによって果たして日本の政策継続できるのかということがもう一歩真剣な問題として浮上してしまうというところがあります。まあ、こんなことを念頭に置きながら、先ほどの短期中期それから中長期っていうこういう流れで来ましたけれども、その先まで、頭に入れながら見ていくと、当面はとにかくこの苦境を生き残るということ自体が最大の眼目ですけれども、こうした変化が起こるということがかなりの角度で想定されるわけですから、それに適応して進化していくというこういうスタンスも同時に持って臨んでいくということが必要だと考えています。
最後に、こういう環境の中での投資スタンスなんですけれども、まあ、毎回毎回申し上げてますけれども、こういうサイクルの中で現状をこの一番安いところにありますので、当面はバリュー投資ですね、割安になったものを拾うということが中心になります。短期的には相場上がってますけれども、まだまだ不確実性がある。それから経済は U 字型回復で、この U の字の底の部分がまだ長引きそうだということで、相場は圧迫される場面、紆余曲折がまだまだありそうだということで、買い場があるんだと思っています。そして、政策サポートによって底堅さもあるということからしますと、地道にこのバリュー投資で、相場ポジション構築を進めていくということが重要になります。それが、その後の状況が落ち着いてきた、あるいは治療薬、ワクチンの目処が立ったという時点で、普及する前から相場は上昇方向をたどると思いますので、まあ、その時のモメンタム投資への時期、タイミング狙いですね、これへの備えになってくるということですね。で、この底張ってる時期が長いので、単純なサイクル投資の中で今普通の循環株をはじめとしてものすごく安くなっているものがありますので、そういったものを買ったらこの状況が良くなるときに一気に上がるという、そういう期待もあります。それからIT であるとか、医療であるとか、まあ、先々長いグロースが期待できるものを狙っていくんだという考え方もあります。ただ、非常に分かりやすいテーマというものは、先んじてそれなりに高くなってますので、要は業績が悪化するとかそういうことではなくて、勢いが鈍化するだけでも下がる場面もある。まあ、ですから、そういうところを地道に拾っていくということも考えられます。何にしても、この危機の中で、やっぱり大きな相場の下落というのは人生でそう何度もない買い場であるというこの基本の考え方は変えてません。やはり人類は最終的にはちゃんと立ち直るんだということを信じている限りにおいて言えば、こういう割安な時にポジションをちゃんと構築していくということが投資の王道であるというふうに考えている次第です。以上、世界情勢が大きく変わっていく、市場もなかなか先行き織り込めませんけれども、時々刻々と情勢が変わっていくということで、その流れ、何をポイントとして捉えていくかということについてお話申し上げました。まだまだ大変な時期が続くと思いますけれども、ぜひ頑張って、今のこの時期を後々振り返ってみれば、やっぱり好機であったと。いう、まあ、その妙味が捉えられるように頑張ってまいりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。